広島市の松井市長が原爆の日の平和宣言で、旧ソ連のゴルバチョフ氏の言葉を引用することが分かりました。広島市の松井市長は今年の平和宣言で、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルがパレスチナ地区で続ける戦闘について言及するとしています。関係者によると不安定な国際情勢に警鐘を鳴らすため、 宣言の中に旧ソ連最後の指導者で東西冷戦を終結に導いたミハイル・ゴルバチョフ元大統領の言葉を引用する方針を固めたということです。ゴルバチョフ元大統領は1992年に広島を訪れ、原爆慰霊碑に献花していました。